Hello everyone, I'm Rion. こんにちは、リオンです。ということで今日はですねちょっと題名にもあった通りなんですけど、まあ失恋しましたということで、お話をする前に、まあ、焼け食いでもしよう、お菓子の方も用意しています。ちょっと私とパーティーしましょうもう今10時なんだけど、頑張ってこの動画を撮ってから寝たいなと思って、ご褒美にお菓子を用意しました。だからやばいね、深夜の菓子パ開催です。そう、まあ、私もね本当に浅はかだったんですけど、なんかその SNS 上に、まあ、公開したからにはちゃんと応援してくれてたみんなにも伝えなきゃいけないし、今日は動画を撮っていくんですけど、そうですね、ハニーカシューめっちゃ美味しいんだけど、じゃあまあ今日はねゆっくり、じゃあ私のお友達な感じでやっていきますちょっと待って、一回全種類お菓子食べさせて。美味しい、これも美味しいね、ちょっと止まんない。あ、で、あ、一応そう本題ね、まあお別れをしました。カップルとしてはまずはじめに、そのみんなにはそんなに心配しないでほしい、私のことは本当に年々強くなってっているなっていうか、別れてもめっちゃ切り替えできるようになっちゃってんのかも。いや、めっちゃ好きなんだよ、なんか本当恋愛してて、カップル付き合ってる時本当にめっちゃ好き、めっちゃ大好きだし、本当結構どん底まで落ち込むの。一瞬そのシドに行く前の列車来なくてめっちゃ落ち込んでたじゃん。であれはなんか結構精神不安定だったからあんな感じで落ち込んでたんですよ。でももうなんかそれを乗り越えて、今視聴者のみんながリオンちゃん大丈夫って思うかもしれないんですけど、結構大丈夫なので、とりあえず安心してください最初はさ悲しいよ、毎日お話ししてた人がいなくなるっていうか、その親友みたいな人がいなくなるから、自分の人生から、まあ、でもシングルに舞い戻ったっていうか、私シングルの時にめっちゃ本領発揮できんのねこれもおかしな話なんだけど、その彼氏ができるとそのシングルの時の状態のままでいいと思うんだけど、なんか私普通になんかいい彼女になっちゃうから、もうコミットしちゃうわけ。その男友達とかも結構いるけど、なんかもう本当に男友達と彼氏って区切ってるから、そう彼氏にねいい彼女になりすぎちゃって、もっと転がせよって感じなんですよね。だから次からは転がしたいと思うんですけど、はい、あ、お別れしてしまった理由について、まあ、プライバシーのこともあるから具体的には言わないでおくんですけど、本当にすごいさ、彼はいい人だったから、本当にいい人でしたじゃあなんで別れたんだよって思うかもしれないけど、その彼が本当に優しくていい人だったじゃん、みんなもご存知の通り。私も本当にねそう思ってる。で、本当にいい人がゆえに、優しいがゆえに、自分の意見を言うのが苦手っていうか、話し合いからすごい逃げちゃうっていうか、問題に目を向けたくなくて無視とかしちゃったりするとかは結構私にとっては NG なのね。でもちろん分かる、私も話し合いとか喧嘩とか全然したくないし、いつもハッピーでいたいよ。けどさ、なんか結婚とかした時にもう絶対嫌でもさ乗り越えなきゃいけない問題とかが一緒に出てくるわけじゃん。子供とかも生まれたとして、で問題があった時に、その私と子供を置いてさ問題を無視してどっか行っちゃわれるようだったりしたら、私そんな未来嫌だし、それ以外が完璧で良かったとしても私的にはカップルとしては機能しないと思ってるの。それはもちろん人って完璧じゃないから、いいとこに目を向けてそんなの目をつぶったらって思うかもしれないよ。けどさ、それがさ、なんかその小さな言って直せることでもないじゃん。なんか小さい頃からの蓄積とか、まあね、彼の心の葛藤とかいろいろあると思うし、もちろんいいところが本当にたくさんある。で、私はそこ以外本当に大好き。人として本当にあんなに素敵な人はいないってぐらい尊敬もしてるし、本当に最高なんですよ。でもそこは私にとって絶対に欠かせない価値観だったのね。相手に新しい彼女ができたりしてなんか嫌になったりしないのかみたいな。でもなんかその私とはカップルとしては機能しなかったんで、どうしても合わない部分があったから、だから仕方ないけど、その新しい
方とで全てがあって機能してうまくいってんなら、なんかもう本当に私はあのハッピーフォーユーって思うから、で私も私で別にその会う人が見つかるだろうから、もうあのお互いハッピーな感じになるじゃん、あのパートナーとしてうまくいく人をお互い見つければいい話であって、昔はね、なんか私は元彼氏とかされたことをすごい悲観的に捉えて、こんなひどいこと私にしたんだから大嫌いって思って無理やり嫌いになって忘れようとかしてたわけ、以前はね。けどそういうことしてる時って絶対に未練が残るので、なんかそのどんなにひどいこととかされたりしたとしても、あの一回その一緒に過ごした素晴らしい時間とかを受け入れて、本当に楽しい時間を、だって過ごしたことは変わりないじゃん、素敵なね時間を一緒に、だからありがとうって思ってされた行為とかに許しを与えるとなんか私はいつも整理できて先に進めるっていうか未練がなくなるんですね。傷つけられたとしても、そんな小さな傷つけられても本当乗り越えられるので、無敵だから大丈夫だよっていう感じなんですけど、なんかね、許しを与えることって本当全てにおいて大事、過去にお付き合いしてた人とかも全て含めて、一つのダメだったところじゃなくていいところをさ見て許したりするじゃん。でもなんかその違和感があって、まあ、他のいいとこ見てずっと執着してても何も変わんないし幸せになれないし、恋愛中っても本当頭おかしくなっちゃってるからさ、この人が一番とか勝手に思い込むようになってるから、付き合ってる時って本当に冷静じゃないんですよ脳が。まず絶対的にそういう違和感が見えたらもう手放すことがね重要な、全然いるここには、男性がここにはこの世には男性がめっちゃいるから大丈夫。なんか失恋とかして今泣いてる子いたら言いたいのは、この20代とか30代とかはあの私たちがすっごい可愛くてキラキラピチピチしてる時に、あの男なんかに泣いてる暇ないんだよって言いたいあの本当になんでうちらが泣かなきゃいけないの彼らのためにって感じじゃん。うちらは20代30代のみんなも、あの泣いてる暇はない、人生で一番いい時なんだから、一番可愛いから、うちらは常に笑ってるしかないんです、人生楽しんでるしかないんです。カップルとしては機能しなかっただけで、他のねいい部分はあったし、いい時間をね過ごしたんですよ。そう、そこには本当に感謝して、だって会わなきゃよかったとかそういうわけじゃないじゃん。で本当にいい時間を過ごしたし、いやありがとうだよ。だからもうその恋愛彼にも感謝して、でも執着を捨てるマジで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 、あの全然手放してください。彼氏がいなくなるのが寂しいとかさするとするじゃん、だから執着して手放せないとか、その付き合いをやめないように自分を洗脳してたとするじゃん。え、でも一緒に彼といても寂しい思いをもうしてるぐらい不安な気持ちにさせられてるのであれば、あの本当に離れてほしい。だってさ、一人でいる方が絶対楽だよ、そんな気持ちにさせられてんなら付き合ってんのに。少しでも雑な扱いを受けたりだとか、あの不当な扱いを受けたら、うちらが自ら不幸な道に進んでいいわけがない。あのうちらは幸せな道にしか進んじゃいけないから、絶対に自分を守るために離れてほしい。絶対自分を犠牲にしないで、あのうちらは We deserve better だよマジで。だからうちら幸せになろうということで、私はね完全シングルモードに入っているんですけど、てかその失恋とかした時が一番自分を見直せるチャンスだと思うの。なんか自分がしたかったこととか、なんか恋愛してると忘れちゃったりすると思うの、彼氏にコミットして。でも自分が一人になるとさ、本当はこういうのしたかったんだとかさ、いろいろ出てくるじゃん。でだからその私はね、あの次の彼氏ができるまでに自分のしたいことめっちゃしたい。早起きして運動して自分をね磨いて、さらに可愛くなって、
もう無敵やんみたいな心も強くて外見も可愛くて無敵じゃんっていう状態になって次の人をね迎えましょう一緒にてか頑張ろうマジでみんな。あ、そうそうそう。で、私はシングルマーケットに放たれたということで全然ね、その見てる視聴者の男性の皆さんのチャンスありますのでそう、一緒にスカイダイブとか誘ったらしてくれる人がいいあと、ここ行きたいとか言ったらついてきてくれる人、あとは誘っても欲しいし、なんか一緒に楽しいことをしたい私は。だからね、ワクワクする人募集中ですいやでもそう、本当にあの女の子たち、うちらはマジで可愛いし強いし優しいしさ、もう本当うちらって完璧なので、執着をしている場合はすぐにもう Let him go、 そう大丈夫だからみんなでも本当に彼には感謝しています。素敵な思い出と時間を本当にありがとうって思っていますし、なんかみんなたくさん応援してくれていたんですけど、まあ、結局ねこうやって別々の道を歩むっていう形になってしまってね、申し訳ないくはないんだけどね、そりゃね一緒にいたかって、私だって本当に大好きでしたし一緒にいたいですけど、なんかそのすごい応援してくれていたから、もうすっごい動画を出すのもどうしようっていうかすごい考えていたんですけど、でもみんながチームリオンっていうのは知っているので、どうか優しく温かく受け入れてくださいまた何かねアップデートがあったらお知らせしたいと思います。それではバイバイ。